放送席、そしてスタンドのイーグルスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事完封で5勝目を挙げた則本昂大投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン2度目の完封勝利ということで、綺麗にゼロが並びましたが、投げ切った後の気持ちはいかがでしょうか。いや、まあ、前回も完封した後に言ったんですけど、疲れました。はい。チームが苦しい状況の中での完封勝利、この勝利ファンは待っていたと思います。まあ、そうですね、チームがね、連敗で来たんで、チームとしてもこの勝ちは大きいと思うんで、明日からまた、野手の方がしっかりと打ってピッチャーをしっかりと抑えるんで、練習が続いていけばいいなと思います。前回登板と昨日のノーゲーム、これは恵みの雨になりましたか。まあ、そうですね、僕自身、投球を見直す時間が増えたんで、まあ、今日こういう結果になったんで、恵みの雨になったと思います。はい。それにしても今日はわずか2安打11奪三振、スコアリングポジションにランナーを進めない完璧なピッチングでしたが、いかがでしたか。そうですね、まあ、でも、野手の方がね、しっかりと、アウトをね取ってくれたんで、まあ、この完封があったと思うんで本当に感謝して、また、次の試合に向けて一生懸命やりたいなと思います。はい。11奪三振は自己最高ということですが。そうですね、はい、気づかなかったです。はい。まあ、7回にはガッツポーズも出ていましたが、今日はどんなところに意識をしていたんでしょうか。まあ、いけるところまで、初回から飛ばしていこうと思って、今日は、やってましたし、まあ、前回までは、その歯車が合わなかった、部分があったんですけど、今日は心と体がしっかりと一致して、投げ切ることができました。則本投手自身、交流戦は昨年から 4連勝中なんですが、普段対戦しないセ・リーグとのバッターとの戦いはいかがでしょうか。そうですね、お互い、データがない中なんで、まあ、どちらかというと力と力の勝負という印象を受けるんですけど、まあ、僕はそうですね、全く僕自身が打てないんでね、はい、ちょっとねヒット1本は打ちたいなとは思います。はい。バッターボックスでは打ちたいというような雰囲気がちょっと漂ってきましたが。いや、もちろんね、自分が打席に入ったなら、ピッチャーとの対戦なんでね、打ちたい気持ちはありますけど、そう簡単じゃないですね。はい。チームは昨年交流戦を大きく勝ち越して、そこから日本一になりました。ファンの皆さんも期待していると思います。そうですね、はい、僕たちも、交流戦から勢いづいたっていうのは、分かってますし、また、昨日の雨でね、いい流れが来たんじゃないかなと思うんで、また明日から、頑張っていきたいと思います。はい。明日からは中日を迎えての2連戦です。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。まだまだね、明日から、熱い試合が続きますが、僕たちだけでは、勝つことはできないと思うんで、ファンの皆さんが球場に集まって熱い声援を、選手の皆さんに送っていただければ、もっともっと勝てると思います。明日からもよろしくお願いします。それでは最後に勝利の儀式で締めていただきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。いきます。3、2、1、バーン。ありがとうございました。今日のヒーロー則本昂大投手でした。